過去1000年間の世界の平均気温。1800年の後に短期間だが気温が低下している。夏のない年は、1816年に北、ヨーロッパ、アメリカ合衆国北東部及びカナダ東部にて起こった夏の異常気象により農作物が壊滅的な被害を受けた現象のことである。この年の気候異常は、太陽活動の低下と前年までの数年間、 大火山の噴火が続いたことによる火山の冬の組み合わせにより引き起こされたと見る向きが大多数である。1815年のインドネシア中南部、スンバワ島に位置するタンゴラ山の噴火は過去1600年間で最大規模である。歴史家のジョン・デクスター・ポストは夏のない年を西洋において最後で最大の危機と呼んだ。1816年の気候以上は アメリカ北東部、カナダ東部及び北ヨーロッパにおいて多大な影響を及ぼすことになった。アメリカ北東部やカナダ南東部は春から夏にかけての気候は比較的安定している。平均気温は摂氏20度から摂氏25度ほどであり、気温が摂氏5度を下回ることは稀である。夏に雪が降ることは極めて稀であるが、5月に吹雪が起こることはある。 1816年5月、霜が発生したため農作物の大部分が壊滅的な被害を受けた。6月には、カナダ東部及びニューイングランドにおいて、二つの大きな吹雪により多数の死者が出た。6月初めには、ケベックにおいて30センチメートルもの積雪が観測され、農作物が害をかぶった。 夏に栽培される植物の大部分は、霜がわずかに発生しただけでも細胞兵器が破壊されてしまい、まして土壌が雪で覆われてしまえばなおさらである。この結果、この地域では、飢餓や伝染病が発生し、死亡率が上昇した。7月と8月には、ペンシルベニア州の南にて、湖や河川の凍結が観測された。気温の急激な変化が頻発し、 わずか数時間で平年以上の気温である摂氏35度あたりから氷結するほどまで気温が低下することもあった。ニューイングランド南部においては農作物はある程度は成長したがトウモロコシや穀物の価格が急騰した。例えば、塩爆の価格は前年は1立方メートルあたり3.4ドルだったが、これが1立方メートルあたり26ドルまで上昇した。 清においては特に北部で寒さのために木々が枯れ稲作や水牛も被害を受けた。残りの多くの農作物についても洪水によって壊滅した。タンボラ山の噴火によって季節風の流れが変化したため長江で破滅的な大洪水が発生したのである。ムガル帝国においては夏の季節風の遅れにより季節外れの激しい雨に見舞われこれらが蔓延した。 徳川家成の治世下にあった日本では、この年は江戸時代基金に匹敵するほどの大規模な基金を引き起こす事態が発生しなかったため、一般には夏のない年の日本に与えた影響は小さかったとされており、時に影響は存在しなかったとさえ言われる場合もあるが、歴史的事実としては、全国的には、霊下が記録され、9月に四国、東海、関東で、 暴風雨と洪水が頻発し、東北地方は強作、静岡は不作となった。静岡における記録では、小田原藩の本領地ではこの年のみ年具米の終了が激減しており、新城や島田では不作に伴う年具米減免を訴える一揆や豪素が発生している。影響は広範囲に及び、翌年以降も続いた。1817年の冬は特に厳しく、 気温が低、摂氏32度まで低下したこともあった。アッパーニューヨーク湾は凍結し、ブルックリンクからガバナーズアイランドまで馬沿いで渡ることができた。日本でもこの年も8月に、九州で暴風雨と高潮、関東で干ばつによる強作、冬は関東と甲府で降雪率が江戸期で最大の値を記録すると、各地で異常気象が相次いだ。 しかし、前年の協作や異常気象も含めて大規模な基金に発展しなかったのは、天明の基金を教訓とした、サツマイモをはじめとする、旧校食の普及が各地で進んでいたことや、松平定信が完成の改革で提示した、反省改革が各地の藩に広まっていたことの2点がこうそうした、結果と考えられている。画像中央の大きな山が、タンボラ山現在では、 一般的に1816年の気候以上は前年5月5日から同月15日までのタンボラ山の噴火により引き起こされたと考えられている。過去1600年間で最大規模の噴火であり火山爆発指数では米イコール7に分類されている。噴火により莫大な量の火山灰が大気中に放出された。タンボラ山の噴火が起こった時期が太陽活動が低かった。 ダルトン極小期であったことも重要である。同時期に発生した大規模な噴火は以下の通り。これらの噴火によりすでに相当量の火山灰が大気中に放出されていた。これにタンボラ山の噴火が加わり、大量の火山灰により太陽光が遮られたため世界的な気温の低下が引き起こされた。火山の噴火が続いたことにより農作物の不作が数年間続いた。 アメリカでは夏のない年によってニューヨーク中部や中西部、西部への移住が進んだと多くの歴史家は見ている。ヨーロッパではナポレオン戦争が終結しつつあったが、今度は農作物の不作による食料を不足に苦しめられることになった。イギリスやフランスでは食料をめぐって暴動が発生し、倉庫から食料が略奪された。スイスでは 暴動があまりにひどく政府が非常事態宣言を発令するに至った。食料を不足の原因はライン川をはじめとするヨーロッパにおける主要な河川の洪水をもたらした異常な降雨であり、1816年の8月には霜が発生した。2005年5月に BBC2 で放送されたドキュメンタリーではスイスにおける1816年の死亡率は 平年の2倍だったと推定しており、ヨーロッパ全体ではおよそ20万人もの死者が出たとしている。タンボラ山の噴火はハンガリーに茶色の雪を降らせた。イタリアでも同様で1年を通して赤雪が降った。これらは噴火により大気中に放出された火山灰が雪に含まれたためと考えられている。新では夏の異常な低気温により、雲南省では稲作が 壊滅的な被害を受け、広範囲にわたって飢餓が発生した。国流交渉では、霜によって畑が壊滅的な被害が発生したことが報告され、徴兵から逃れる者も,もいた。国内でも南部に位置する厚生省や安気省においても夏に雪が降ったことが報告されている。台湾においても新築市や内栗市で雪が降り、昇華市では霜が報告された。 ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、チチェスター・ウンガ・香港の夕暮れ。前年のピナトゥボ山の噴火の影響を受けている。噴火により大量の火山灰が大気中に放出されたことにより、この時期には壮大な夕暮れを見ることができた。ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの、チチェスター・ウンガにも、この時期の薄い黄色の夕焼けが描かれており、有名である。 似た現象は八百八十三年のインドネシアクラカタウのラカタ島の噴火の後にも観測されており、九百九十一年のフィリピンのピナトゥボ山の噴火の後にアメリカ西海岸においても同様の現象が観測されている。馬の資料として利用される塩爆の不足により、ドイツ人の発明家のカール・フォンドライスは馬を使用しない新しい輸送方法を研究することになり、 機動自転車やベロシペードが発明されるに至った。これらの乗り物は現代の自転車の原型である。農作物の不作により、ジョセフ・スミス・ジュニア一家はバーモント州ウィンザー郡シャロンからニューヨーク州ウェイン郡パルマイラ移住せざるを得なかった。ジョセフ・スミスはモルモン書を出版し、末日聖徒イエス・キリスト教会を設立することになる。1816年の7月、 イギリスの小説家のメアリー・シェリーは、ジョン・ポリドリら友人とスイスで休暇をとっていたが、絶え間なく、降り続く、雨のため屋内にいることが多かった。一人一作ずつ階段を書くことが提案され、シェリーが書いた作品は後に、フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウスとして発表された。ポリドリが書いた作品は、吸血鬼として発表されている。詩人ジョージ・ゴードン・バイロンは、 夏のない年に触発されてし、暗闇を描いている。ドイツの科学者のユステス・ホン・ディービッヒは、子供の頃に、ダルムシュタットで飢餓を経験した。ディービッヒは後に、植物の栄養素について研究し、化学肥料を開発することになる。ラガリー・タイ・エロー・ストーンが素山・トバコ・タウポ・カザン、サントリー・ニ・トウエ、クラヤマ・クラカタウ・ダカタウは白桃山・富士山、トワダコ・タウポ・カザン、タラウェラ山、 加え海底火山、ワイナプチナラキ火山アバチャインスキー、ピナトゥボ山、プジェウェビルンガ山地、オルカリアオルドイニョカメルーン火山列、ナブロウ世界の気候に影響を与えた火山、火山の一覧。ありがとうございます。